どうもちゃこ先生です。本日はゲスト6人目リケさん。書きたい字は黄金の精神。お好きな方は分かると思いますが、ジョジョの奇妙な冒険という作品に出てくる言葉の一つです。今日リケさんと喋るためにアニメのジョジョ全話を見てきたので、楽しく話せるんじゃないかなと思います。それではズームにつなぎます。これシャーペン鉛筆どっちのがいいのかな。どっちでもいい、書き慣れてる方でいい。じゃあ鉛筆でいいや。オッケー。はい、というわけで、まあ、とりあえずこんにちは。こんにちは。今日書きたい字何だったっけ。今日は黄金の精神っていうジョジョの主人公とかが持っている精神力です。はい、つまり今日好きなものがジョジョですね。そうです、ジョジョです。はい、いやそれで、まあ、アニメなんですけど、全部見ました。おすごい。この黄金の精神っていうワードが第4部の最後で、ジョセフがなんか船に乗ってるシーンかなんかで喋るんだよね、確か、うん、そうそうそう、っていうのをウィキペディアで見たんですよ。第4部まで見ないとこのワードにはたどり着けないのかって思って、本当に1話から見たんですけど、いやめっちゃ嬉しい。本当？いや見てよかったわ。うん、3部からスタンドが入ってくるから面白いよって言ってたじゃないですか。うん、その3部までがそのディオとの戦いでめっちゃ長いでしょ、あのシリーズが。めちゃめちゃ長い。本当に長い。いや、あのまあでも声優さんが豪華だったから、あの全然飽きずに見れたんだけど、うん、1、2部見てないとそのそれまでの因縁が分かんないから、うん、あ、そうだよね。いきなり3部見たら、え、ディオって何？そうそうそう。棺桶から復活したとか何の話や、みたいな感じになっちゃうから。そう。だからね、1部から見てほしかった。そう。え、だから。実は自分も5部今見直してて。そうなんだ。庭さっき、リゾットと、ディアボロが戦ったところまで見た。うわ。マジかマジか。どの部がチャコさん的には一番好き？いや、ちょっと待って、その話も含めてちょっとあの曖昧までしてこう。あなるほどね。はいはい、というわけでとりあえず、軽い自己紹介をお願いしたくて、名前と年だけ。はいはい、名前はリッケで年齢は20歳です。お願いします。お願いします。はい、いや成人式はなかったです。そうか、辛いな。やりたかった？そう、やりたかった。うん、そうだよね。人生で1回しかないから、結構楽しみにしてたんだけど。うん、そうだよね。うん、このご時世な、ちょっとそういうとこ我慢しなきゃいけなくなるあれやな。うん、だね。ジョジョ自体はさ、どうやってハマってったんだっけ。もともと絵柄があんまり好きじゃなかったんだけど、高1の時に4部のアニメをちょっと見てみたら、すごく面白くて、いつの間にかハマってて、うん、そしたらいつの間にか絵柄も好きになってて、全部見てたっていう感じ。え、その時は、だから当然漫画も持ってないわけだよね。うん、持ってない。完全にアニメから入った感じだね。え、じゃあもう、アニメの4部見て、4見た後は、多分3見て、2、1とか遡ってた気がする。あーそれもアニメで3、3、2、1みたいに見てって、で漫画買ったってこと？そう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 。そういう流れなんだ。なるほど。でもちゃんと何回も見返してるから、うん、アニメでも一部から順に辿ってもう一回見直したりしてる。そういう風にちゃんと時系列で見てる感じでもあるわけね。話が面白いと絵柄とか気にならなくなってくるなっていうか。うん、もうストーリーがすごく面白いから、うん、絵柄とか全然気にしないで見れて、ね、いつの間にかね絵柄も真似するようになっちゃって。リケが描くと、うん、徐々にしか見えない。全然意識してないのに言われることとかあって、うん、あ、でも言われてみたらいろんなパーツの節々に感じるところはあるかも、うん、あ、本当？うん、あるある。言われてみればって感じ。影響されてるんだ。だから全然自分では意識してなかったけど、いつの間にか自分の絵柄の一部になってる。荒木さんの血が入ってきてる。何部が好きなの？アニメまでだったら2が一番好きかもしれない。え、意外。2なの？なんでなんで？なんでだろう。まずジョセフっていうキャラクターがすごく魅力的で、ああそうだね。なんか
普段なんかおちゃらけてるっていうか、感じなんだけど、やるときはすごくやるし、仲間思いっていうところのギャップがすごく、いいなっていうのを感じるのと、あの地上最強の生物カーズとの戦いがもうすごく熱くて、まあカーズだけじゃなくて、ワムーとジョセフと戦うところと、ワムーとシーザー、ああ、そう、ね。戦うところがすごく。ああ、ちょっとシーザーはもう心が痛いわ。うん。あそこは泣いちゃう。なんか、ちょっとジョジョってこういう感じなんだって思ったもん、そこで。うん。まさかシーザーがって思わなかった。やばかったもん。めっちゃ泣いた。あそこは涙なしではね、見れないよ。いや、見えない見えない。もう本当にね、ちょっと本当に心が痛かった。うん。じゃ、とりあえず黄金の王からいきます。はい、副題を見させてもらったんですが、長さが結構完璧、ここが一番長いんですよ、横は。これはしっかりできてて、このパクッと斜めになっててめっちゃ上手なんですけど、ここオーバーに書くと、なるほどね、そう、少しだけ反ってるんだけど、いいよ、書いてみていいよ。いい、すごい。もうほぼ完璧。あともう一個だけ、中心から遠いところからはみ出るイメージね、外に。うん、うまい。え、めっちゃ綺麗、すごい。もういいね、この字。本当。いや、おしまいおしまい、もういいよ、素晴らしい。今日飲み物持ってきてる？ちなみに。あ、置いてきました。用意してた。え、いいよいいよ、取ってきて取ってきて。私も取ってくるわ。はい、今戻りました。おかえりなさい。今日は何を持ってきたんですか？今日はさっきセブンイレブンで買ったカフェラテを飲んでます。いいな、コンビニ の, あのコーヒー系ってなんであんな美味しいんだろうね。ね、美味しいよね。美味しいよね。あんなに長い作品なのにこれ聞くのちょっとあれかもしれないんだけど、うん、好きなキャラクター誰？あのね、7部のキャラクターなんだけど。7部なんだ。はん、そう、ジャイロセペリっていうキャラクターが自分の中では一番好きかな。後の話全然知らないんだけど、うん、またゼペリさんが出てくるの？そう、7部からはね、なんか言っちゃっていいか分かんないけど、うん、6部で1回、うん、ジョジョの奇妙な冒険っていうのは、うん、1回終わりになるのかな、うん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 、で、なんか違う世界が始まるみたいな、7部から。アニメまでのキャラだったらジョセフとブチャラティが好きかな。あ、いいね。いや、ブチャラティ好き。いや、いいよ。え、チャッコさんはキャラ誰が好き？うわー、ちょっとね、あの、うわー、ちょっとそれね、どうしようね。振っといてあれなんだけど。じゃあ5部までの主人公だったら誰が一番好き？あ、もう主人公だったら私ダントツでジョータローなんだけど。あ、ジョータロー。ジョータロー。やっぱ人気だよ、ジョータロー。ちょ、あの、基本的にその私の中では小野さん補正が結構入ってるんだけど。ああ、なるほどね。そう、あの、やっぱね、めっちゃ冷静沈着じゃん。うん。人情というかさ、人の優しさみたいなものは本当にベースにあるじゃんね、絶対。優しい。めちゃめちゃかっこいい。いや、ほんとかっこいい。あ、なんて言うんだろうね、あの、男気よ、男気。おう。っていう意味でめっちゃかっこいい、渋いかなって思うから好き。めちゃめちゃクールだよね。クールだけど仲間思いっていう。そうそうそう。それは慕われるなって感じ。小野さんの話で思い出したんだけど、うん、なんかこの前テレビで小野ゆうきさんと、うん、梶ゆうきさんと、うんうん、出てたね、森久保祥太郎さん、この3人が4部のアフレコやっててめちゃめちゃ熱かった。このシーン見てないわ。やってたんだ。あ、見てない？めっちゃいいじゃん、それ。激アツだな。めちゃめちゃ、一人で盛り上がってる。え、ちなみにどこのシーンのアフレコだったの？レッドホットチリペッパーとの戦いで、うん。ジョウスケがやられてるっていう。あー、そこか。めっちゃいいじゃん。よし、とで、金じゃない、黄金のゴンできたぞ。この字がね、一番変わるかもなって思うんだけど、ね、うん、横に長いのはね、実はこっちなんですわ。あ、ほんとだ。おい、ちょっと何個か言ってみよう。うわ、それ一番うまい。それ一番うまいよ。オッケーオッケー、金終了。あ、素晴らしい。完璧だよ、完璧完璧。ちょっとね、このままね、ノーもいっちゃうね。うん。こことここをしっかり止まってるから、すごい上手で。最後ね、ここの払いを、
結構長めに持ってくるといいかな。もう書いてるし。すごいな。はい、もうおしまい。早っ。早っ。え、やば。もう終わりだよ。すげえな。別人の字だろ。やべえ。すげえすげえ。